ト役をさせていただきます、清水健太です。ジゼル役の渡辺京子です。そうですね、今まで、何十回と何十人の違うパートナーと踊ってきましたけど、なんかその数だけいろんなドラマがあって、踊ってる自分たちもすごく作品に引き込まれるし、きっとお客さんもそういうのを楽しんでくださってると思うんですけど、で今回渡辺京子さんとは、実は20年ぶりの再会 で一緒に踊るのは初めてなんですけど、初日のリハーサルの時になんと後ろに立ってて、すごい凛とした空気感がとても心地よくて、なんか今から その舞台に向かっていくまでの時間が楽しみだなと感じたのを覚えてます。ジゼルは大好きな作品で、でもとても難しさも感じていて、で、1幕と2幕対比がある作品だなと思ってるんですが、2幕はその1幕と違ってすごい感情的な表現をこの顔とかでは表現できなくて、体の全身で表現しないといけない難しさがあって、でもこう踊る経験回数すごい踏めば踏むほどまたさらに深掘りしていけるところがあって、で今回清水健太さんと踊れることは本当に聞いた時から楽しみで、で本当に1回目のリハーサルからもう全身大をお願いしてちょっと甘えながら舞台に向かいたいと思っています。いつも思うことなんですけど、なんかプロとかアマとか上手下手とか関係なくて、なんか一個のものを作り上げるときにみんなが同じ方向を向いてると、なんかだんだんとこうあったかみとか凄みみたいなのも増してきて、で僕は直々のワークショップも指導させていただいているので、なんかリハーサル前にみんなで同じ空気を吸ってるっていうのが、なんか一つのこう作品を作るためにとても必要な時間で、きっとそれをやっているからまとまり感が出てきているんじゃないかなと思います。この公演企画を聞いて率直に面白いなと思ったことがあって、それはそのバレエ団の垣根を越えていろんな所属ダンサーと一緒に共演する、でやっぱりダンサー舞台経験がかなり大きな成長につながる場所ですので、やっぱりいろんなバックグラウンドで育ってきた人たちと一緒に一つの舞台を作るという舞台経験と、でそこにやっぱりお客様がいらっしゃるっていう場所、そういう機会がやっぱり一つでも増えるっていうのはすごい大切なことだなと思います。この GKB パフォーマンスをやろうと思ったきっかけはコロナ禍の最中だったんですが、芸術家っていうのは後回しになっちゃう職業だったと思います。それでその中でもやっぱりこういう活動を広げていきたいと思ってやることになりました。オーディションの方を開いてみたら、もうとんでもなくたくさんの応募があって、もうとても嬉しくて、今リハーサルに励んでる最中です。今回安西武さんと中谷智弘さんに創作作品を出していただくことになりました。で、今作ってる最中なんですけど、とっても面白い解釈で、普通のジゼルとまた違った角度から作品を楽しめるので、どういう作品になるか僕も今ワクワクしてます。喜んでもらえる作品にしますので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。劇場で待ってます。来てください。